ください。奴はどこだ。あー、撃たないで。大丈夫だ、警察だ、落ち着いて。お願い助けて。奴はどこへ。この店員？いいえ、銃で脅されて。男はどこへ行った？裏口から。裏口から逃げたんだな。そうです。くそ、エド、行こう。なんとか。大丈夫ですね。ええ、いきなり外で捕まえられてここへ。もう大丈夫だ、エド、さあ追いかけよう。待ってください。どうしたんです？私、ここにいてください。もう大丈夫。何かありそうだぞ。奥さん、どうしたんです？あの男、この店に爆弾を仕掛けていったんです。爆弾だって？どこに？本当か？冗談じゃ済まないぞ。すぐ爆発するって、そう言えって。本当だったら大変だ。私の持っていたエレースのバッグに入れて、この中に置いていったのよ。時間稼ぎだ。どれだ？どのバッグだ？怖くて見てなかったの。私にはわからないわ、こんなにあると。でも触れると爆発するって。あんた自分のバッグだろ、見てわからないのか。おろしたてだし自信ないわよ。なんてことだ。ここはエレース専門店だ。これだけのカバンを一つ一つ調べてたら到底間に合わないぞ。奥さん、あなたのバッグはこれですか？私、見てなかったから。自分のバッグだろ。わからないわよ、どれも自分のに見えるもの。じゃあ、これは。勘弁してよ、自信ないわ。さっきも言ったけど、おろしたてだったのよ。どうすればいい？やつめ、この間に逃げるか。そう、とっさにしてはうまいこと考えやがった。どうする？このままでは。コロニーに穴が開く。このブロックは全滅だ。なんですって？私の家もこのブロックなのよ。俺の家もすぐ近くだ。爆弾処理班を呼んで全部のカバンを調べよう。そんな時間はない。何か方法があるはずだ。爆弾の入ったバッグは一つなんだ。奥さん、よく聞いてください。あなたの持っていたバッグは本物の LS でしたか？つまりコピー品ではなく。まあ失礼ね。私のバッグは本物よ。先週本店で買ったばかり。鑑定書もありますのよ。よし、ジョナサン、わかるかもしれんぞ、爆弾の入ったバッグ。どうやって？センサーでもあるのか？この店はビヨンドで有名な LS のまがいもの専門店なんだ。あら、これ偽物なの？精巧なコピーなので、よくホームからの観光客が間違って買っていくみたいだ。
苦情がよく出てたらしい。そうか、本物と偽物を見分ければいいんだな。エド、わかるのか。俺にはわからん。鑑定士じゃない。それに製造番号が刻まれててもカバンの内側だ、外からは見えん。あんたは奥さん。わからないわ、買ったばっかりで印もつけてないもの。注意して見てたわけじゃないから。ここの店員は？ここへ入った時怖がって裏口から逃げてったわ。警察には協力すまい。万事休すか。いや待てよ、本物の LS のバッグってこのタイプのデザインは一つなんだろ？そうだ、 LS のバッグは全宇宙で一つのデザインしかない。そこが人気の秘密だ。年に一つのデザインだ。年を越すとカバンの型を捨てて新しいデザインに変える。ということは本物のバッグがもう一つここにあればこの中からそのバッグを見つけられるということだな。ああ、ここにあるのはみんな偽物だからな。触れずに爆弾入りのバッグを選別できる。その通り、本物のカバンがここにあればな。で、どこにある？けど、この間ご馳走になった時、確かアナが持ってたよな。誕生日のプレゼントにお前が買ってやったとかで。ああ。悪いが、アナに連絡して、今すぐここに持ってきてもらおう。江戸のうちこの近くだろ？そうだが。どうした？他にいい考えがあるのか？気が進まない。アナは学校だ。こんな事態だと？それはそうだが。エド、ここが爆発すればエドのうちも危ないんだ。早く。しかし。エド、連絡しろ。バッグは終わったら返す。わかった。どうした？そのバッグではダメなんだ。何を言ってる。娘には言わんでくれ。本物のエルエスなんて俺の安給料では無理なんだ。エド、お前。あのバッグこの店で買ったんだ。すまん、ジョナサン。なんてこった。お前のつまらん見栄で死ぬところだった。コピーだと知ってて購入した場合も立派な犯罪だぞ。すまん。どうするんだ、時間がない。大丈夫よ。メディル、これ本物の LS のバッグよ。メディル、どうしてお前が。女らしくなれってデブからもらってたの。私には似合わないからずっと車に積んでた。メディル、ありがとう。礼ならデブに言って。エド、再走。よし、わかった。いいか、ジョナサン。爆弾の入っているカバンを探すぞ。カバンは店内に全部で21個、うち1個が爆弾入りだ。これがメリルから預かった本物の LS バッグだ。このカバンと同じものが爆弾の入ったカバンだ。よく見て判断するんだ。ちょっとでも違うデザイン、柄、大きさのものは最初からこの店にあった偽物だ。偽物は動かしても大丈夫。この中から偽物を覗いていき、爆弾入りのバッグを残せば第一段階終了ってわけか。そうだ、間違って本物を動かすとドッカーン。その通り。俺の命はジョナサンに預けたぞ。エド、間違っても俺を恨むなよ。恨む？お前がドジるとお前も俺もあの世行きだ。俺はそれが気がかりだ。あの世くらいお前抜きでゆっくりしたい。じゃあお前は地獄へ行けよ。
俺は天国。俺が地獄ならお前も天国へはいけまい？死ぬも生きるも一緒か。そういうことだ。じゃ、始めようぜ。助かったか。ようやく一つ目だ。うん、助かった。これで二つ目だ。まだまだ先は長い。頑張ろう。よかった。まだ生きてる。よかった。まだ生きてる。助かったか。うん、助かった。助かったか。助かったか。よかった。まだ生きてる。助かったか。よかった。まだ生きてる。ようやく半分。あと半分か。助かったか。
助かった。助かったか。助かったか。ふう、助かった。あともう少しだ。助かった。ふう、助かった。助かったか。あとは2つを残すばかりだ。どちらかが爆弾入り、2つに1つだ。助かったか。一つだけ残ったな。あれが爆弾の入っているカバンか。かなり時間をロスしてしまった。急いで爆弾の処理作業をしないと。さて、こいつが爆弾入りの高級カバン。解体にかかろうぜ。やっぱり爆弾処理班の到着を待とう。素人の出る幕じゃない。さっき時間がないとか言ってたのは誰だ？いや、それはそうだが。ダメよ。メリル、どうした？お前も退避しろ。応援も AP も爆弾処理班も誰も来ないわ。誰も来ない？どういうことなんだ？私たちはめられたみたい。BCP にも連絡が取れないの。それにこのエリア、すでに閉鎖されてるのよ。エド、確か昔爆弾処理班にいたよな。俺と組む前に。よしてくれ。30年も前のことだ。俺には無理だ。デカ長、やるしかないわ。奴はこのままここを吹っ飛ばすつもりよ。このまま待っても誰も来ないわ。これは罠なのよ。エド、このエリアを救えるのはお前しかいないんだぞ。分かった分かった。俺はローガンだ。俺が指示するから、ジョナサン、お前が解体してくれ。よし、メリル、残った付近の住民を避難させてくれ。この店の係りも頼む。メリル、その前にポリスカーから道具箱を取ってきてくれ。
わかったわ。二人ともいい男よ、とっても。そういうセリフは助かってからにしてくれ。急げ。よし、道具は揃った。始めようか、エド。まずはカバンを切断して爆弾部を露出させる。仕掛けてから逃げるまでにそれほど時間はなかったはずだ。カバン自体の仕掛けは考えなくてもいいだろう。じゃあカバンを開けるぞ。待った。振動センサーが起動してるかもしれない。面倒だが、レーザーカッターでカバンの上部を慎重にカットするんだ。わかった。教官の言う通りにする。じゃあ、カバンを万一の場合に備えて冷却するぞ。冷却したぞ、エド。次は光センサーだ。白い光に反応する光センサーがあるかもしれん。部屋の明かりを消すんだ。電灯を赤外線灯に切り替えた。よし、カバンの上部を切断しろ。行くぞ。切断した。エド、開けるぞ。オッケー、慎重にな。めでたくご対面。ジョナーさん、見ろ、危ないとこだったぞ。左上の丸いやつ、光センサーだ。これからベッドインするときは明かりを消すようにするよ。ふざけている場合じゃないぞ。こいつは思ったより厄介だ。こいつはプロの仕事だ。怖くなってきた。逃げ出したいよ。見たことのあるタイプか。ああ、軍や BCP の対テロ爆弾解体競歩に乗っている最新型だ。この前レッドウッドが持っていたものと同じタイプだ。力学、化学、電気のミックス、起爆装置がいくつも用意されている。そいつはよかった。失敗した時に言い訳が効く。一つ一つ順を追っていくしかない。まずどうすればいい？神に祈るか？それくらいでは足りんよ。左の光センサーをペンチで切断しろ。2本ともだ。切断するまで他の装置には絶対に触れるなよ。道具箱に道具が入っているだろう。各道具をクリックすれば道具が使えるようになる。まずはペンチを使う。左ボタンでペンチが閉じる。どうだ、できるか？できなくてもやらなきゃならんだろう。よし、慎重にやれよ。
見ろ、止まったぜ。助かった。ジョナーさん、俺の推薦付きで爆弾処理班に入れるぞ。よせよ、まだ若いのに白髪だらけになっちまう。止まってた30年間を取り戻せるぞ、浦島太郎のようにな。ようやく奴らに来たようだ。まるで俺たちの出方をモニターしてたみたいだな。デカ長、変なの。デイブの遺体が消えてるの。救急班に運ばれたんじゃないのか。私が誘導したんだもの。救急班が到着した時にはすでになかったわ。見て、アナンプス血が流れてるわ。あれはレッドウッドのゴダード。とにかくレッドウッドの件は慎重に調べよう。俺たちはどうやら孤立しているようだ。